皆さんこんにちは、ピアノ学習者レスナー向け講座パート4の第1回目として定番ベートーベンピアノソナタの演奏法指導法の2、をお送りします。主催は公益財団法人架橋芸術文化振興財団です。今回は、会場は北海道の中札内文化創造センターに、伺っております。ここにあるピアノはこの文化創造センターにありますファッツォーリのフルコンサートピアノ F-278 です。共催はアーツスプレッド中札内村実行委員会、講演は中札内村教育委員会、協力は一般社団法人アーツスプレッドでお送りします。このベートーベンの講座ですけれども4回にわたって全般的なことを東京のスタジオから以前お伝えしましたが、その際に1曲ごとの細かなお話もあった方がいいというご意見を多数いただきましたので、このシリーズでは1曲ごとに取り上げてご説明をしていこうと思っています。今日は第1回目ですけれども20番と19番のソナタを取り上げて演奏を交えながらお話をいたします。2回目3回目4回目はご覧いただいていますように25番10番9番というふうに、そういう順番でやっていきますが、これは実は、私の恩師である園田隆弘先生が、難易度順ベートーベンの32曲のソナタを、このような順番で勉強したらいいのではないかというそういう順番に沿って、講座を進めてまいろうと思っております。最後の方は30番31番32番ハンマークラビアというあたりが最後の方に来るわけですけれども、今年度まずは20番19番からスタートいたします。まずこの講座を始めるにあたりまして、音楽の弾き方聴き方に講座というのはもしかすると馴染まないかもしれません。というのは、それぞれ弾く弾き方弾き方本当にそれは自由であるべきだからです。先頃行われたオリンピックでも多様性という言葉が非常にたくさん叫ばれましたけれども、まさに、解釈にしても聞き方にしてもそうにしても本当に多様な形があるわけです。それで、最初のシリーズの時にお話ししましたように、そこに批判精神と書きましたけれども、これ批判というのは良い意味でですね、比べてそして自分のことを知るという意味で、批判というとともすると悪いことを言うというふうに取られがちですけど、そうではなくてそういう意見があるけどじゃあそうこういう意見はどうかというような意味合いでの批判ですけれども、そうした形でこの講座をお聞きいただければと思います。それから、こういう芸術ですから、こうした演奏法がいいんであるという答えとかですね、行き着くところっていうのはなかなかないわけです。いくらやっても、新たな疑問が湧いてくるというのが、こうした、ベートーベンの作品の勉強あるいは聞くっていうことになると思います。その下にロジカルシンキング論理的思考と芸術とありますけれども、我々よく、この講座でもおそらく私はそういうふうになんとかだからこのようになるとかなんとかだからこのようになるっていう話を、するとは思うんですけれども、その前提を変えると全く逆の答えになる。なんとかだからピアノで弾くべきである、なんとかだからフォルテで弾くべきである、なんていうことはよく正反対の意見っていうのは聞かれるわけですけど、そのなんとかだからなんとかであるというのはなかなかこれもやっぱり音楽にはなじまないわけです。そして、問いの連鎖、問いから導かれる演奏表現、そうした中で、常に我々は、どうしたらいいのかという、問いの連続なんですけれども、問いから問いが生まれという形ですけど、その中で、演奏というのはその今日なら今日の時に一つのこう結果が出るわけですから、そうした中で日々演奏っていうのはこう変化し磨かれていくものなんだというふうに考えるしかないと思っています。ベートーベンの音楽というのは、そこにありますように魂とかですね、精神あるいは人間のこと、苦悩である歓喜であるというようなことをよく言われますが、こうしたことを解き明かすというのはそもそも難しいわけですので、
いろいろな角度から皆さんと一緒に考えてみたい。で、まあ、その一つ一つの事柄に、まあ、誠実に向き合うというところが、まあ、大切なことなんだろうということですね。それから、まあ、全てを知ろうと思えば思うほど結果としては、まあ、分からないということが分かるというかですね、まあ、そういうことにもなりかもしれませんけども、まあ、皆様と共に、楽しい、有意義な時間になればと思っております。さて、作品の具体的な解説に入る前にですね、毎回、少しだけバックグラウンドについてもお話ししようと思います。今日は第1回目ですので、まあ、生誕地、それからお父さんおじいさんのことについて少しお話しいたします。ご存知のように生誕地はボン、元西ドイツの首都でしたけれども、まあ、現在でもそれほど大きな町ではありませんけど、当時、なんと1万人に満たない小さな町ということでした。まあ、現在この中札内村文化創造センター、この村は4000人の人口ですけれども、まあ、1万人というのは、まあ、現代の都市の規模から考えると とても小さいですよね。領主はケルンの大司教、ケルンはお隣の大きな、まあ、大聖堂がある有名な町ですけれども、そこの、まあ、隣ですね、ボンは。で、ケルンの大司教で選定校の資格を持つ貴族が領主となっていました。当時まだドイツという国ではなくて神聖ローマ帝国という、まあ、時代ですよね。それでこのボンですけれども、芸術家を優遇していたということなんですね。まあ、そういうことで、おじいさんのルードヴィヒ・ヴァン・ベートーベンはフランドル地方のメヘレンの出身、まあ、現在はベルギーですけれども音楽家で、21歳の時にリエージュの教会でバッシュ歌手として歌っているところを、まあ、当時のケルンの選定校のクレメンス・アウグストスに、まあ、ボンに来ないかとスカウトされました。それで、宮廷楽長にまで出世しました。で、まあ、その おじいさんですね、ベートーベンから見たらおじいさん、ベートーベンのお父さんですね、その、成人した唯一の息子、ベートーベンのお父さん、ヨハンですね、が16歳でそのボンの宮廷音楽家の資格を持つということで、おじいさん、お父さんというふうに、まあ、代々、まあ、音楽一家というふうになるわけですけど、まあ、そういう、まあ、ボンで生まれました。まあ、この続きにのお話はまた次回以降したいと思います。さて、キーワードトピックというコーナーも設けまして、まあ、音楽のいろいろな、言葉について簡単に、ご説明しようと思いますが、まあ、ソナタっていうのは、まあ、よく聞く言葉ですけれども、まあ、一応ソナタ形式の楽章を持つ楽曲という定義がされています。まあ、通常まあ複数の楽章、3つ、2つ、4つなどあって単一楽章のものもありますけれども、さてそのソナタ形式ですけれども、ご存知のように ABA、 定時部、展開部、再現部で、定時部にはまあ通常2つですけれども複数の主題があると、それでまあ調整による枠組みがあるということですよね。で、まあ、このソナタ形式については毎回、今回ベートーベンのピアノソナタということですから、一曲一曲ごとに形式をご説明しようと思いますが、問題はまあこのソナタ形式、この形式というものを演奏表現にどのように昇華させるかというところ、ここがまあポイントになってくるわけです。その点は後で演奏を交えながら一緒に考えてみたいと思います。さあ、目の前にあります楽譜ですけれども、楽譜には基本的には、まあ、記号、まあ、五線譜、大譜、いろいろシャープ、フラット、音符、拍子、リズム、強弱、運指など、まあ、基本的に記号しか書かれておりません。それで、補助的に、まあ、目の前にあるのがアレグロ、マンノ、オントロッポって書いてありますけど、そういう速度を表す楽語と我々はよく言いますけれども、イタリア語で、書かれているもの、晩年の作品にはドイツ語で書かれているものも少しありますけど、基本的にはイタリア語で書かれています。で、そのイタリア語の中でベートーベンが使ったのは本当に限られた、言葉です。で、まあ、この、まあ、本当に少数の言葉と大部分の記号から我々は何を読み取るかという、まあ、そこが一番のポイントとなるわけです。さて、そのこの目の前にあります楽譜ですけれども、最初のシリーズの時にも楽譜の種類、まあ、原典版にどういうものがあるか、校訂版にどのようなものがあるかというようなことを詳しくお話しいたしましたが、今日はちょっと違う角度で、
楽譜と一言に言ってもこの3種類 A 職業音楽家のための楽譜 B 音楽愛好家のための楽譜 C 自身の芸術作品の再現のために本当に細かいことまで記してある楽譜という3種類のこういう分類の仕方もあるんではないかというふうに考えます。まず A に当たるものですけど、まあ、バッハの、まあ、原点版の楽譜インベンションとかですね平均律をご覧になれば分かりますように、ほとんど音符しか書いてなくて他の情報がありません。で、まあ、これは当時は、まあ、音楽を専門としている職業の音楽家がそれを見てもうその速度とか奏法とかっていうのは、まあ何も書いてなくても理解ができたというようなこともありますし、その演奏する人が自分で考えてやったということもありますが、 B の音楽愛好家のための楽譜、これはですね、フランス革命以降ピアノという楽器が急速に普及して、各家庭にあって、そして皆さんが楽譜を買って音楽を楽しむ、その音楽を楽しむために、一般の音楽愛好家の楽譜を買ってきたときに、さてこの楽譜に書いてある音は強く弾くのか弱く弾くのか早く弾くのか遅く弾くのかというのが、親切に書いてあった方がいいということでですね、まあ、そういったことで、こうまさにモーツァルト特にベートーベンですね、ベートーベンの時代から楽譜に細かくどういうふうに演奏するかということが書き入れられるようになったという見方もできると思います。モーツァルトはちょうど過渡期ですから、原点版ウアテクストモーツァルトのピアノソナタを、まあご覧になれば分かりますように、全く何も書いていない曲と、まあ非常に細かく書いてある曲が混在しております。ベートーベンの場合はほとんど丁寧に書いてありますし、晩年に行けば行くほど非常に細かくテンポの変化なども書き入れられるようになってきておりますが、まあ、唯一例外的に今日取り上げます第1曲目の20番だけは非常にそういう強弱の指示なんか少ないものとなっておりますが、これはまあ例外的でほとんどの作品には細かな強弱やスラやそういう演奏のどのようにしたらいいかという指示が書かれています。しかしながらこの C ですね、自身の芸術作品の再現のためにっていうそのすごく細かく書かれて、例えば代表的なのはバルトークなんかの作品ですと、まあペダル、それから演奏時間メトロノーム記号があって、まあ、3分52秒でこの曲を演奏するとかですね、まあ、そういったところまで書かれているような、まあ本当に演奏家に細かな指示を書き入れていると。このくらいの楽譜になると逆にまたプロフェッショナルの演奏家でないととてもその要求に応えることができないなんていうこともあるので、まあまあ、この A、B、C というような分け方を、まあ、ちょっとここでしてみたわけですが、まあ、今回はその B のあたりの楽譜を主に、我々は扱うことになるわけですね。で、さてベートーベンはまあご存知のように、の楽譜は原点版と校訂版と両方あります。で、まあ、校訂版というのは後の演奏家や、まあ、音楽学者や先生が指使いや記号や記号っていうかペダルの記号ですね、それから、補助的にいろいろな細かな演奏表現に関わることをトリルの入れ方ですね、どういう数を入れるかとかそういうことを書き加えた校訂版とこの2種類がありますが、この校訂版も大変参考になるんですけども、今回は私の目の前にあるのは、ベーレンライター割合と新しくできました出てきましたベーレンライターの全集版、それからパワーポイントで、写す楽譜はヘンレ版を使用しております。で、まあ上テクスト原点版というのは何が書いてあるかっていうことと何が書いてないかっていうことですね。つまり例えばスラーが書いてあるけあるあるいはスラーが書いてないというあるいは強弱が書いてある書いてない、まあ、このところがすごく重要な一つのポイントになります。ちょっと分かりにくい言い方ですけれども、強弱が書いてないところがあるんですね。
で、これは強弱が書いてないということはフォルテでもピアノでもないという可能性がすごく大きいわけです。しかし多くの高低版あるいは減点版でもそこに括弧で強弱を補っているケースが非常に多いですけれども、まあその書いてない部分に対して考えるというのも非常に大事なポイントとなってきますが、これは後で曲の中で詳しく説明します。さてそれでその下に楽編の記載が難しい要素として響きの作り方ですね、まあこの今日取り上げるこれも最初の音ありとあらゆる響きの作り方、まあ、すごく深く潰したように弾くのか綺麗な音で弾くのか、まあ、そういったことまでは楽譜に書くことはできませんし、テンポの微妙な動き、まあ、揺らぎといいますかね、こういうとこソルフェージ的には全く全部の音が長さが同じなわけですけれども少し長い音短い音があるとかですね、そういうテンポの揺らぎとか、まあ、顎を聞くとあるいはテンポルバートとかそういった種類のことっていうのは楽譜に非常に書きにくいですね。それから発音のタイミングっていうのは、まあ、メトロノームと同時に例えばメトロノームかけて演奏しているとしたらそれと同時になるかちょっと前になるかちょっと後になるかっていうようなことですけれども、まあ、そういったこと発音のタイミング打鍵のタイミングまでは楽譜に記すことはなかなか難しいですよね。それから、まあ、微妙な強弱の変化とかで、まあ、そういったことのバランス、テンポの動き、打鍵のタイミング云々ということの各要素がそれぞれ組み合わさってそれのまあ程度があるわけですから、まあ無限の可能性があるということになるわけですけど、そうしたことっていうのは楽譜には書き込むことは到底無理なわけです。でその辺は言葉と演奏でもってある程度のことまでお話しできればなというふうに思っています。さてでは具体的に、今日の1曲目20番の都庁長作品49-2についてお話しいたします。さて、まあ、基本的なことですけれどもこれは1805年の出版で、作曲したのは25歳から26歳の頃と言われています。通常は、まあ、作曲作品ができるとすぐに、出版することが多いんですけどこの曲だけ例外で若い頃に、作った曲が、まあ、いろんな諸説ありますけれども、34歳5歳の時まで1805年まで出版されなかったというものですが2つの楽章からできておりまして第一楽章がアレグロ・ま、ノントロッポ都庁長ゲードは2分の2拍子そなた形式で書かれております。で第二楽章がテンポディメネットメネットの速さで都庁長4分の3拍子、ロンド形式で、書かれています。で、まあ、この基本的なこと、まあ、都庁長であるあるいは表紙が2分の2であるとかどういう形式で書かれているこの3つはまあ当たり前のように、まあ我々言うわけですがこれやっぱり演奏表現のスタートとしてとっても大事なことになります。何調の曲であるかという何拍子であるかどういう形式であるかというのは演奏表現でを考える上でのまず一番の基本となるので、頭の隅に置いておいていただければと思います。ではまずその表現の説明に入る前にちょっと第一主題について最初の主題ですね。この、まあ、改めて弾くまでもない有名なあれですけど主題ですけれどもそして次に第二主題はデードアになりという第二主題がありますね。そして、その先、繰り返しの記号の後、半周詩5度の調子でデモ終わったところが今度はそれの同主調の2単調の展開部短い展開部がありそしてまた第一主題が戻ってくる再現そして、第一主題が第二主題ですね失礼します第二主題が、都庁長で戻ってきて一楽章は終わるという
まあ、その他形式でできているわけですよね。第一主題と第二主題がある定時文、そして展開文、そして再現文、そして第二楽章も、先に説明させていただきますと、まあ、ロンド主題、ロンドというのは A、B、A、C、A というふうに間に A のロンド主題の間に違う素材が入ってくるものですけれども、まあ、よく子どもに教えるときなんかは、サンドイッチでパンがあってハムがあってパンがあってチーズがあってパンがあってレタスがあってパンがあってみたいな、パンがあって違う具材が入ってまたパンがあってみたいな、形で、教えたりすることもありますけれども、ロンド主題があり、今度それが、というところでラドミーの調子になって、最初とは全然違う形で、の主題が出てきた後にまた最初の主題が出てきて、そして、今度は波長調の、まあ、C と楽譜には書かせていただきましたが、部分が出てきて、そしてまた最初の主題が出てくるというこの、まあ、この主題の間に異調調のものと波長調のが挟まっているという、まあ、ロンドの形で、できております。さて、それでは簡単に形式を説明したところで具体的に演奏方法について考えてみたいと思いますが、ベートーベンの、ソナタ32曲の開始は多くの場合その手話音で始まっているわけです。手話音をただ同時に弾いたり分散和音的に弾いたりですけれどもね。でこれも都庁長の曲で、その、都庁長の手話音がただ話されます。でその次ちょっと特徴的な3連符の形が出てきますが、まあこの一度続七ということを、まあ、右手の3連符で分散和音にしているわけですね。そしてその次はスラーが、これはスラーはベートーベン自身がオリジナルで書いてますけど、そして次は普天にというまあ主題ですけど、ちょっと細かく見てみますと二分音符の都庁長の生き生きとした和音、そしてスラーのついていない三連符、そしてスラーがついているで、この場合ソの音は主音ですよね。でフィスの音、ファのシャープの音は同音ですね。こういう場合は主音から同音、そして主音に戻ってくるところに、まあ楽譜には書いていませんがという自然な表情が隠されています。それを、3つ同じに弾くとなかなかスラーを感じにくいですけれども、真ん中の音を少し大切に弾くとスラーを感じることができます。試しに逆に、例えば逆にすると不自然だということは分かりますよね。非和声音、まあ、ソに対して、まあ、刺繍音とかということもできますが、っていうふうにして弾くことによってそのスラーの感じが出ます。それからここでもって普天のリズムが出ます。それからフィスの調合が一回なくなりますね。だからこのとこで歌って、それで次は先に行きます。でこのところで主題が閉じられますが、ここに表情が加わるので、そこにベートーベンはトリルを入れてます。音が強くかいいかっていうのはいろいろやってみれば分かりますけど、この2拍目に一つの表情があるのが分かりいただけると思います。わずか4小節のテーマですけれども、和音3連符、スラ、それから普天のリズム、装飾、まとめて弾きますと、というふうにいろんな素材が入っております。そしてその主題を、印象付けるために同じ場所ではやらないで、1オクターブ上で
で今度は左手はなったの変奏して8分音符で動きですね、同じメロディーを1オクターブ上でやって左手の伴奏形を変奏しています。そして今度はテーマが終わると今度は第二主題に転調、第二主題の続調5度上の調子のデードアに、まあ転調していく推移の部分に入りますけれども、まずここで後打ち、音楽においてはハーモニー、そしてリズム、これはとても大事な要素ですけれども、この方で後打ちのこのリズムの面白さ、右手もこのリズムが面白いですね。それからこの音がこのハーモニーのところ、これが日和線音になるわけです。必ず日和線音は、日和線音に重さがあって和線音に解決する。ここも、まあ、こういう日和線音に丸とかテヌートをつけて、見るのも一つの方法じゃないかと思いますが、今度はいわゆるドッペルドミナントというものになりますけども、デーフィスアーに入る、ここで急ににぎやかになります。で、まあベートーベンの場合伴奏形にいつでも注目してほしいんですけれども、今までなかった創造しい伴奏形がここに登場しますよね。今まではシンプルなって言いますか、動きがなかったんですけど、突然で、よく伴奏っていうのはまあ基本的には小さく弾くものというふうに思いますけれども、ここの場合はむしろ創造しくにやかにするっていうことがまあ目的の一つではないかと考えられますので、右も左も原曲、弾いて構わないと思いますし、方法としては同じことを繰り返すときによくエコーにしたりしますが、ここは力強さをずっとキープするのも一つの方法だと思います。弾き切ってしまうとその次の第二主題のほっとした感じが強調されるのではないかというふうに思います。さて、そして第二主題ですけれども、さっき少し説明しましたけれども、まあ、これ、この3つの音でいうとこの音の方が中心になり、ま、なると言いますか、2拍目4、1拍目の裏、2拍目の裏の方に重さがある。ところが次は頭の方が今度は日和線音になるので、頭の方が重くなります。そうすることによってちょっと大げさにやりますけど、この第二主題の4小節のフレーズが一つにまとまります。ベートーベンはよくこういうケースがありますけど、2小節2小節で4小節のテーマを作るときに、まあ、ハーモニーでつなぐという形がよくありますが、まさにここはそうで、ラドミンナレファラに戻ってきます。ですので大きな4小節のつながりを感じながら弾くといいと思います。そして次にレガートの主題の後にで、これも弱拍で、第二次第でゆったりとした気分で、ともすると音楽がこう緩んでしまうようなところで、でまた第二次第が繰り返される。少し左手が変化します。そしてカデンツ、こういう
とかはまあ左手に丸印とか手ヌードをつけて、まあここで一つの部分が終わりますよということをまあ聞き手に伝えるという弾き方がいいと思います。右手の方にスラ、ここにもちゃんとオリジナルのスラが、これとベートーベンのスラをいろいろ研究、よく考えてみると、表情を何か欲しいときにベートーベンはスラを書く、まあ、ただ単につなげるというよりもですね、ここはエスプレシーボ的な気持ちで弾いてもいいかもしれません。さあ、そして次は、提示部、最初の部分の締めくくりになりますが、3連符をまあしっかり数えるんですけれども、まあ、一応あの3連符ごとに意識はしますけど、2分の2であることも同時に忘れないで、6個の塊、3つ3つの塊と6個ずつの塊も両方意識してこの音階を弾くといいと思います。今まで出てこなかったで、しかもここはこういうハーモニーですね、単三音で、でこのとこ前段は書いてありますが、これが非和声音で和声音ですけれども、これは弾く人と16音符で弾く人と8音符で弾く人がいますが、どちらでもいいと思いますが、大事なことはファが強くてミが強くならないということがポイントです。まあ、今ちょっとこれは両方半がありますけど、このベーレンライターに習ってナチュラルで弾きます。でここで提示部が終わりますが、まあこのところでこのチスからでこういう締めくくり、まあ、何回も同じ、締めくくりをする、まあ、肩結びのように何回も結ぶように、まあこの終始はしっかり二丁調で終わるということを印象付ける意味で、だからこのチスデーの動きはよく意識して弾くといいと思います。そして今度は二単調の単調にもまあいろんな種類があり、まあ、調整の感覚についてはおいおい話していきますけれども、まあよく悲劇的な調子と言われておりますが、最後は蝶々の、まあ、属質の音で戻ってくるわけですけれども、短いこの、展開部、ですけれども、ベートーベンのオリジナルには何も、強弱は書いていません。で、私は今フォルテで弾きましたけれども、一部の、まあ、ソナチネアルバムなんかはここからスラーがついて弱くなっているものもあります。もちろん一番最初にお話したようにいろんな解釈が成り立ちますけれども、ここでは力強い悲劇的な劇的な感じということで、私は全部フォルテで弾いています。でこの左手の中にも非和声音和声音が隠されていますし、いろんなハーモニーが出てきますので一律には弾きません。例えばこの2つっていうようなセットが隠されていますから、っていうふうに、まあ、何もしないとこうなりますが、そういう非和声音和声音のようないろいろな変化を読み取るとこういうような劇的な表現になります。この左手なんかも非常に緊迫感がある。それからここは同じ音をずっと鳴らし続ける、これだけ聞くとインパクトありますけど、このベートーベンは同じ音をずっと続けるというのも一つ のこう特徴的な作曲法ですけれども、
違えてしまいました。最後のフィスまできちんと弾いて、戻るといいと思いますが、そうすると都庁長に戻った時に、最初の主題に戻った時に何か元の場所に戻ってきた安心感っていうのは、展開部をこのくらい劇的に弾くことによって醸し出せるかもしれませんね。さあ、そして同じ主題で戻って、で第一主題が展開部を通って再現されるときに、ベートーベンのソナタの場合 100% 同じに再現されることっていうのはまずなくて、必ず変化します。同じ例えば木が野原に一本立ってたとしても、 朝日を浴びてる木とそれから夕日を浴びてる木では当然、その印象は変わってくるわけですけれども、微妙にベートーベンは、形を変えて再現しているので、どういったところが、変化しているのかっていうのことを注目するといいと思いますが、この曲の場合は転調して、ですぐに3連符の部分に入っていく。よくこの短縮して第1主題の部分を再現した時にはちょっとコンパクトにしてどんどん先に進むという手法も取りますが、同じことを繰り返すんではなくて、話の展開が早くなっているとも言えますよね。これは一つのオプションですけれども、指使いですね、指使い音階は基本的には音階を弾く3で変えて4で変えてっていう基本の指使いを当てはめることが基本となって、各出版譜そうなっておりますけれども、例えばこういう場合、例えばですけど全部発見なので 1-2-3-1-2-3 って 3-2-1-3-2-1 ってすることによって、リズム感を出すこともできますので、そういう指使いの工夫なんていうのも、一つの表現方法としてあります。でこのところでシンコペーションのリズムは常に反応してください。ここですね。でベースがソシレの和音で終わって、で第2主題が都庁長で帰ってきます。1オクターブ上がって、高い、非常に高い音域で、低字部で出てきたよりもさらに違うニュアンスで高い音域ですね。当時のピアノはもうこの辺までしかなかったから、かなり高音域でやってることになりますが、こういう時に左手が和音が変化していきますが、現代の楽器は低音域が、響くようにできておりますので、こういう左手のハーモニーの変化が聞き手に届けるのはとても難しいです。で、ペダリングあるいはタッチを気をつけて、左手の変化が曖昧にならないようにすることも大事だと思います。このコーダも、低字部に出てくる時よりも倍の長さになって、エネルギーが増して、終わるわけですけれども、ここも、さっき前半
高いところで5度1度5度1度やって、低いところでも3回やって終わると、さらに念入りにこう、まあ、紐を縛るように、この都庁長を印象付けて曲が終わるわけです。まあ、第一主題のがたった4小節だけど非常に多彩な表現がそこに含まれているということ、それから第二主題を引き立たせるために、賑やかな部分があって、そして第一主題とは全然違う第二主題がを引き立つように弾くということ、そして第二主題は和声や非和声音のことを考えて非常にきめ細かく表現を与えるということ、それから移り変わりの部分は音符が細かくなったときにテンポが遅くなったりしないで一気に移り変わりの部分は弾くということがまあいいと思います。そして第二展開部は劇的に弾くということをまあちょっと提案しました。さて次は第二楽章に移りたいと思いますが、テンポディメヌエット、まあ、メヌエットのテンポでといえば当時の人は、あ、大体こんなテンポだということがまあ分かったから、まあ、こういう書き方をしているわけですけど、早くもないし遅くもないということですね。まあ、メヌエットのテンポでという言葉はいろんな曲に出てきて各時代ありますけど、時代によって国によって作曲家によってまあ微妙に速さはまあ違ってくるところも興味深いですけれども、まあ、基本線としては早くもないし遅くもないしというところだと思います。さてどんな主題かちょっともう一度細かく見てみたいと思いますが、都庁長でソシレでアーフタクトで始まります。そして一拍目が、続出になって、でまた元に戻ってきます。そして広がりがあるところ、それでまたちょっと弾いてみます。ことをまあ留意しているかというと、このフィスの音しっかり弾いて戻ってきたときにちゃんと収める、そして広がりを持って、それでここにスラーをベートーベンはオリジナルで書いてありました。だからここは歌うじゃなくて、で次もスラーが書いてあって、そこになおかつ半音階が出てきます。このとこを意識よく進めるのは、そのスラーがなく全く音だけを普通に弾くと、普通に弾いてみてそしてスラーを感じて弾く、その違いを味わうのも表現力を養う上でも有効じゃないかというふうに思います。そして明るかったところがちょっとこう不安なとこが出てきて、でまた1オクターブで同じ主題が繰り返されます。でちょっとしつこいようですけど、そのここも非和声音和声音が出てきますね。この表現の仕方ポイントだと思います。そしてその先、でさっき説明した B の主題っていう部分に入りますが、つなぎの部分として、まあ、メロディーはどっちかっていうと、まあこの時にまあ左手が伴奏に回ってしまうことが多いですけど、で今左手のソプラノをちょっと意識しましたが、そしてこのここは楽譜にはクレッシェンドとか書いてはありませんけれども、ラドミに向かってクレッシェンドをそこは書き入れたらいいと思います。そして次は両方16音符が出てきますけれども、まあバロック時代は音がチェンバロの楽曲の場合ですね、音が密集していると強い場所
強い場所には音を密集させるっていうような手法がありましたけど、まさにここもそうですよね。そのベートーベンの時代、初期の時代というのは現代のこのピアノのように響きがすごく豊かな楽器ではなくて、まだまだ、華奢なもので、その強さを出す、大きく弾いてペダルを踏んでたくさん和音を鳴らしたからラフマニノフのように大きな音が出るっていう楽器ではなかったので、やっぱりベートーベンが強さを表す一つの手段としてやっぱり音を密集させるっていうのはまだまだ残っていたんじゃないかと思いますが、この賑やかにですので、内学者でも申し上げたように、やっぱり左手はある程度賑やかでもいいし、右手のこのところにスタッカートがついておりますけれども、スタッカートの印ですね、スタッカートです。これはしっかりと鳴らすと、まあ当時のこの記号はテヌート、アクセント、スタッカート、いろんな意味があったということを思い出していただきたいんですが、でハーモニー的にはラドミからラレファになって、このとこが一番強いハーモニーで、そして転調します。でデードアに、で戻って、で激しい部分がずっとあったので、クールダウンするというか、だんだん小さくなって、ここはオリジナルのピアニッシモが書いてあります。ピアニッシモは注目、みんな聴き手を注目させる力がありますよね。そしてそのメロディーが戻ってくるとみんな安心したわけです。そしてえ今度は波長調の C というね、さっき記号をつけた主題が出てきますが、こういうあの大股で歩いてるようなぶっきらぼうな感じの伴奏形が出てきてますが、このアーフタクトの入り方、一呼吸を置いて入る方法もありますけど、もう勢い込んで、まあ、少し3拍目で早めに入るぐらいな方法もあるかもしれませんね。で、次16度の、これは、まあ、6度連続に同じ強さですけど、今のようになってしまいますが、まあスラーはついていませんけど抑揚をつけて、そして次はスラーがあります。またスラーなし、スラー、それから左手はいつも後打ちになります。でまたピアニッシモです。っていうふうに戻っていきます。さあそれでまた最初と同じ主題なんですけど、まあ一箇所だけ左手が、99小節目ですね。ここは最後だけは左手が伴奏形がつきますので忘れないようにしましょう。そしてでいわゆるコーダ締めくくり、今まではずっとフィスの音だったのが、今までにない表情が出てきますよね。 F の音で今度は悲しいで、今度はリズムがシンコペーション的な後打ち、というような形に、まあ、シンプルな曲でありながら、まあ、こうやって細かく見ていくといろいろな、内容が含まれているのはお分かりいただけたと思います。さて、この20番のソナタに続きまして、作品番号49-1、トタン調19番、同じ1805年の
まあ、一緒の作品ですからセットの作品ですから出版で、作曲されたのも同じ、まあ、27歳の頃ではないかということですが、これも2つの楽章ですが、1つ目の楽章がアンダンテ、ゆっくり歩く速さですね、アンダンテで書かれていて、2楽章が、まあ、ロンドと題されています。まあ、1楽章は普通はアレグロで長調で書かれることが多いわけですけれども、まあ、これは短調でしかもアンダンテ、まあ、ですから、まあ、いわゆる普通の三楽章形式のそなたで言えば第二楽章から始まるような印象もあるわけですが、まあ、しかしこの楽章もそなた形式で分かれております。で、表紙が4分の2拍子ですからアンダンテですけれども、まあ、1、2、1、2、まあ、すぐ一拍目が来るという、まあ、そういう形になっていますが、さて最初に演奏法の前にちょっと主題形式を一緒に見てみたいと思います。最初がさっきの元気のいい20番のその他の主題ととても違いますよね。さてそして第2主題は今度長調になります。っていう第2主題があって、そして、まあ繰り返しのところに行きますと展開部ですよね。展開部がありまして、まあ、展開部もいくつかのいろんな要素が後で説明しますが出てきて、で再現部に戻る前楽譜に絵の音に何回もの音を聞かされてソに戻ってきた時の、まあ、我々安堵感が得られるという仕組みになっていますね。さあそして、第2主題再現部の第2主題はこの曲は短調の曲ですから第2主題最初は明るく出てきたんですけど、この再現部では単調で出てきていますね。さあそして、コーダがついていって、最後は明るい和音で終わるという、まあでもシンプルなそなた形式でできております。で第、2楽章も先に、説明をさせていただきますが、2楽章は、まあ、ベートーベン自身がロンドと書いてアレグロ8分の6拍子ですね。で、まあ、ロンド主題っていう、まあ元気のいい第一、主題っていうかロンド主題があって、まあ推移的に移り変わりの部分のような形で、単調のロロロロロが出てきて、そして、この部分は今度っていう部分につながっていきます。まあ、これをまあ一応第2主題 C とまあ付けさせていただきましたが、まあ、一つここでお断りしたいのは、まあ、分析の方法というのはいろいろありまして、でいろいろな分析の本をまあ、見てみますといろいろなあの分析の仕方があります。まあ、それはいろいろなやり方があるんだなということで、あの、ご覧いただければなと思いますし、私のまあ今お話ししていることもあのそういった意味であの目安としてお聞きいただければと思います。そして、まあ、次一応私は書くほど書きましたが、
という場所が出てきます。まあ、大事なことはキャラクターが違う、今お聞きになって分かるように、今いくつかのそういうキャラクターの違うもので出来上がっているというところを、まあ、押さえていただければと思います。さてそれで演奏方法に入りたいと思いますが、1楽章、これは、スラーがついていて、さアーフタクトからまず始まります。でアーフタクトは、まあ、当時というかベートーベンの時代より前の時代からですけど、アーフタクトは一応切るというのはまず原則で、つなげる場合にスラーをつくと。で、まあ、この場合は、まあ、スラーはついていないし単独でレが書いたので、まあ、ブツッと切ることはないけど、まあ、ペダルを踏んで一応スラーが別であることを意識して、そしてここはでさっきの、と同じですよね。ソーファーソーっていうメロディーが出てきますが、このスラーの歌い方で、これは、ね、まあ比べれば分かるけど手話音から始まってこの和音に行くわけですから、2小節目のが少し大きいですよね。でこのレファラドからこの解決するところを丁寧にいつも味わって弾くといいと思います。そしてさあメゾフォルテピアノ、珍しい記号ですけれども、メゾフォルテというのは現代では当たり前に使いますけど、ベートーベン自身は2番のソナタで1回使った後はソナタにおいては、101までメゾフォルテという記号は出てきません。まあ、これはメゾフォルテではなくてメゾフォルテピアノですけれども、いずれにしてもメゾフォルテとは珍しいということはちょっと頭の隅に置いておいてください。で、まあメゾフォルテピアノですね。で、次、スラが細かく。今度はこのところにメゾフォルテピアノが書いてあって、次はフォルテピアノ。だからメゾフォルテより大きいですね、当然。ピアノ。そしてここから、第二次第に行くわけですけれども、さあ、こういうメゾフォルテピアノとかフォルテピアノを弾くときに当然準備がこのいきなり弾くわけにいきませんから、その前に、まあ、クレッシェンドですよね。それから、まあ、これはフォルテピアノの場合は、例えばいろんな方法がありますけど、少し鳴らすのを慎重に、それからその音も大切に聞くっていうようなことにすると、スフォルツァンドの違いなんていうのを出せるかもしれません。それからこの長い音で、これが、まあ、ピアノになってから次の S に ピアノを出した後に聴かないでんではなくて、音の余韻を聴いて次の S につなげるようにするといいと思います。それからこういうところ A が A になって、ここも何も書いてないですけどハーモニーが真ん中が膨らむということを教えてくれます。でここも全く同じようなロロロロロロっていうふうに必ずミとソをちょっとテヌートにして F の音と区別して弾きます。でこの次の第二次第は少し動きを持つことと、それからドミナントから最初強い和音から始まります。そして解決します。さっきのもそうでしたが、必ずどっちの強い和音から始まっているのか弱い和音から始まっているのかっていうのは意識が必要だと思います。そして今度はずっとスラーが書いてあります。こ
はスラがありません。でこういうところが非常に細かいんですけど、でスラがないです。またスラです。まあ、スラーが書き忘れたのかももちろん知れません。でも、よりもこうなんかも最初のところで2番目の音からスラーがちゃんと終始してから解決してから2番目の音から音楽が始まっているあたりも注目しましょう。そして1拍目にスポルザンドがついているので、スポルザンドは当然1拍目は強いんですけれども、アーフタクトにトリルにスポルテがアーフタクトにトリルがついています。そこにフォルテが書いてあるので、これはそのアーフタクトの音も強いということがわかります。でスラーがついてね、ピアノです。スラーとデクレッシェンド、そしてピアノ、そのわずかの間にすごく急激な変化ですね。頭が休符です。これ珍しいケースですけど、小節をまたいでスラーが、右手のスラーを強調する、強調される意味で、左手はシンプルで切れています。こういうとこペダルを踏んでももちろんいいんですけど、踏むとそういう差がちょっと見にくくなりますよね。この、ま、ここにも左手にスラー書いてあります。それから、この曲最初の第二次第のところもちょっと言いそびれましたけど、このスラーと点が両方ついてる、大切に弾くということですね。そしてフォルテです。で今度ピアノのスラー、さっきお話したようにレばっかり、で再現分で再現部は今度スフォルザンドになってますね。さっきはメゾフォルテピアノだったとか、スフォルザンドになってます。でそれはもちろん、これが事実かどうかってなかなか難しいんですけど、このベーレンライターにそう書いてあって、まあ、それを信じるしかないんですけど、メゾフォルテピアノとスフォルザンドの違いっていうのを、表現、まあ、素っ気なく、こっちの方は素っ気なく、左で、で、提示部にはなかった左手にメロディーで、そして表現がよりこうエスプレッシブ、劇的になってきます。明るく1回になります。ということでフォルテってベートーベン自身が書いています。でそこで十分にフォルテにしておくことによって、さあここにドルチェっていうふうに書いてあります。面白いことに最初のところは書いていません。でも
再現部の方に書いてあります。で寂しげに始まって、でだんだん表現が熱してきます。思いっきり押し付けるように弾くといいと思います。ピアニッシモって書いてあります。で次で明るいように変わります。と短調だったのと長調で終わります。まあバッハの時もそういうケースたくさんありますけれども、まあ、宗教的な理由とか、まあ、調査音がきれいに響くとかいろんなまあ理由が語られておりますけれども、でもポイントはとにかく暗い和音で一周終わったのが、あの最後は明るい和音、ほのかに明るいって感じですね。で終わります。さあそしてで第2、楽章は面白い8分の6の4拍目から始まります。それで、最初は明るい和音、次は悲しい和音、そして現実の和音で、そこにスポルザンドがついています。で表紙は当然これはアフタクトで、これが4拍目です。で次はこの違い、この違いを明るい、ちょっと寂しい、激しい、こういうところテンポは書いてないですけど、テンポを遅くしろとは書いてないですけど、自然にタタタタタゆっくりしてもいいと思います。まあ、他の回でゆっくり細かく話しますけど、ベートーベンがどのように演奏していたかという文章の記録を読むと、ベートーベンはテンポを自由自在に変えて演奏していたという記録がたくさん残っていますので、まあ、早くしたり遅くしたりするということは恐れずにやってはいいんじゃ、やってもいいと思います。で突然今度短調のさあここで、いろんな高低版はスラーとかスタッカートをつけていますから、何にもついてないので、まあ、弾き方をまあいろいろそれぞれ考えるといいと思います。他と揃えてでしてもいいし、まあ、僕は短調なのでロロロ力強くあんまり跳ねないように弾いています。この辺も右手のアーティキュレーションはベートーベンが書いてあるのはここだけです。あとは書いていないので、少しこう跳ねないで今スラのように少しつなげて、少しエスプレッシブアパショナータな感じで弾いています。そして次はドルチェって書いてあります。今まで元気のいい曲だったので、ここはではなくてドルチェ、甘く、
クレッシェンド・デクレッシェンドが書いてあります。で、楽譜は書いてありませんけど、まあ、つけるとしたら例えばグラッツ要素とか優雅に、ここも1回目の音と2回目とハーモニーが違うので表情を、変えるといいですね。ピアニッシモで、ピアニッシモの2小節が出てきますけど、ここはテンポを少し、クエスチョンマークのように少しゆっくりして、そして元の主題に戻ってくるといいと思います。で、同じ主題が続きまして、そしてまたドルチェで、こういう時の左手8分の6の、そしてまあその中の3拍子の、リズムを楽しんで、でこういうスラーにも、スラーは歌うように、だけじゃなくて少しテンポですね、前向きに行ってゆっくりする、こういうような音程にもちょっと気をつけて、ちょっと他のところよりも強調して、ベートーベンは右手にも左手にも強弱をついています。あ、フォルテピアノ、激しくフォルテピアノ、フォルテピアノを繰り返した後に、前の曲と一緒ですけど、トニックソシレを弾いてるのか、そうじゃない和音を弾いてるのか、でフォルテではなくてフォルティッシモで締めくってフェルマータが書いてあります。まあこういうふうに、この曲も2楽章で、まあ、ソナチネアルバムにも載っている曲ですけども、こうやって、見てみますと非常に内容が深い、いろいろな表現が隠されている面白い曲だということに改めて気づかされました。さて、今日は、第1回目として、19番、20番、49の1と2の、演奏表現法について、いろいろな可能性をお話しさせていただきました。まあ、バックグラウンドとしてベートーベンの生まれた街とかですね、それから、まあその他形式について簡単に復習したりですね、楽譜にはどんなことが書かれているかとか、どんな種類の楽譜が、まあ、あるのかとか、そういったお話も、いたしました。毎回、何かテーマを決めて、曲以外の話もしていこうと思いますけれども、次回は、25番、同じく今日の20番と同じく都庁長ですけど、作品79を お送りしたいと思います。本日は、長い時間お聞きください。
聞いていただきありがとうございました。これで第1回目の講座を終わります。ありがとうございました。